中井川港9月23日1949年11月3日は衆議院議員、厚生政務次官、陸軍参与官、ジャーナリスト。茨城県に警察官の息子として生まれる。父の配属の都合で東京、茨城を転々としながら、水戸中学校に入学するも教師を批判したことで、方向処分となり日本中学校を卒業。 日本大学専門部を中退しやま新聞に入社し、水戸市局に入り、1922年に放置新聞へ移って土浦市局長になった。後、茨城民報を創刊するが、茨城民報は茨城新聞に吸収合併され、そのまま茨城新聞社の取締役を務めた。土浦町会議員、茨城県会議員に当選する一方で、 茨城県出身の民政党代議士、原修二郎が、卓務大臣に就任すると拓務卓務省職宅となり、ついで原が、鉄道大臣に就任すると鉄道省職宅となった。1932年、第18回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。その後4回連続当選を果たした。岡田内閣で、川崎卓吉文部大臣の秘書官を務め、広田内閣で、川崎が、 商工大臣になると、商工大臣秘書官に転じた。平沼内閣で陸軍参与官に就任し、小磯内閣で厚生政務次官に就任した。戦後、公職追放となった。その他、茨城中学校理事、霞浦農科大学理事長を務めた。ありがとうございます。